ました、クロススタイル、イエーイはい、五十嵐マリアです。はい、ガルゾーです。はい、お願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。あ、そう、お久しぶりなんですよ、はい、ガリゾーさんとはあのお仕事では初めてなんですけど、はい、今日がプライベートでね、はい、ちょっと意味深になっちゃうんですけど、あの私が私が北海道に、まあ、プライベートで遊びに友達と行った時にガリゾーさんとたまたまお会いさせていただく機会があって、1時間ぐらいですか、そうですね、お茶をさせてもらったっていう、はい、唐突なね、あれすいません、急遽なんか全然問題ないです、 ありがとうございました。全然問題ないです。で、なんかお仕事でお会いすると思ってなくて、まあ、そうですね、私あの頃まだ確かジャンバリさんとお仕事してなかったはずですね。あ、そうなんですね、はい、で今はねリノさんともやられてたりとか、いろいろさせていただいておりますね、はい、で一応ね、あのクロススタイルっていうのは、はい、自分たちのパチスロスタイルでの勝負、はい、対戦なわけなんですけども、はいはい、もう対戦させていただくなんておこがましいんですけど、いや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 、五十嵐さんとはいはいはい、これ対戦させてもらうと言われても、はい、戦闘意欲が湧かないんですよ。ちょっと待って、え、いや、そのいや、もうやるぞみたいなないですか。 むしろ負けてあげたくなる。え、ちょっと待って、え、そうですか。じゃあ私、はい、今日ちょっと勝機あります。いや、今日は私はもう絶対負けるなと思って、はい、いや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 、もう勝負させていただくことを声に思えみたいな、もう負けに行くぐらいまであるぞ。あの、ド M なので。え、そっちのスタイルですか。そうそうそう、あのド M スタイルなので、スタイルじゃなくて、あ、自分のスタイル、はい、そっちをむき出しに。罰ゲームあるんですもんね。罰、そうなんです、一応ね、罰ゲームがあって、ご褒美みたいなもんです。そんな感じで罰ゲーム一応決めます。まあ、はい、いいですか、あの実践最中に考えつつの方がいいですかね。そうですね、私はもう負けると思ってますよ。多分ホールに入ったらもうガリゾーさんは多分プロの目をしてますから、絶対に。いや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 、負けちゃうと思いますけど、でも対戦させていただけることをちょっと楽しみにして、はい、了解です。はい、じゃあ今日一日よろしくお願いします。ということで実践の方に行ってまいりたいと思います。頑張ります。ございます。一応ね、まず傍若の170、あ、いけるな、一応 いけるから、ちょっとこれ余裕そうだから他の空き状況も確認してから取ります。 Y4 の164取れるな。あと窓か新編、こちらのお店グラフは見れないんだけど、その履歴データは見れるんですよね。で、私これ調べたらね、これだ、多分ね、あ、やっぱり浮いてんだ、昨日これか、あ、昨日浮いてますね。じゃあダメだかな。いや、今日末狙いで動こうかなと思ったんですよ。で、これね、履歴見たら通常ラッシュ6000ゲームで5回引いてたから、多分昨日1200分の1なんですよね。まあ、6ぐらいの挙動なんですよ。ああ、ここにありましたか。てつや、てつやからスタートします。頑張ります。その過去に、あの高設定っぽい台の据え置き、あ、不発台の据え置きが何台か見られたから、据え狙いで動こうと思ったんだけど、あれは昨日出ちゃってるからダメですね。じゃあ次、これ、これもね、昨日、昨日悪くないんですよ。あ、でもこれ浮いてるな、昨日な、ちょっとな。いや、ビッグ引きは分け引き必要で、じゃあマイ4、160、これだ。あ、ギリギリチャラぐらいじゃない？これいってもいいかな、末狙いで。いや、どっちにしようかな。設定1を出されて、下げられてたらね、これ怖いんですよね。1だと 196% しかないんですよ。こっち 98% あるんですよね、1でも。こっち行っとこ。はい。あ、一つお願いが。ここも画角に入れてほしいんですよね。
なんかね、ここ押すところを見たいって人めっちゃ多いんですよ。なんか押す姿がかっこいいんですって、押す意識したことはないんですけど、私が1ベッドボタンを押す姿がなんか独特でいいっていう人が多いので、はい、行きます行きます。はい、というわけでゴーゴージャグラー2174番台から実戦スタートです。とはいってもですね、打ち始める今この段階になってもまだあの184番台のマイジャグラー4を迷ってるところはあります。いやでもやっぱり初見の店だとね、下の保険も欲しいので、ゴーゴージャグラー2は設定1でも 98% ちょうどチェリー狙いだったらね、まあそれはどういうことかというと、1時間で40枚ずつしか負けてがないんですよ、理論値では。なのでたとえ1を打ったとしても、まあ、補填されると。しかもな、出目の下見してないけど今ガクんなかったな。はい、ということでクロススタイルスタートしていきたいと思います。はい、あ、びっくりした。あ、チェリー、ここに真ん中にスイカでザクチェリーですね。1ゲーム目にチェリーです。でこれ1個牌が溜まったんですけども、これが、2、4、6、9溜まれば、前兆に行きます。前兆ステージに行きます。一度ねお会いしてるのはコロナ禍になるだいぶ前、ちょっと前かなに、北海道に、私はお笑い芸人さんの和牛が好きなんですけど、それの和牛の全国ツアーで北海道があって、北海道のツアーに当選したので、それで北海道に遊びに行ってたんですね。あ、今日チェリー行きました。61ゲーム月が来てる。それで前兆ステージに入りますね。いやいや、ここからも行きます。ちょっと話の途中だったけど、ちょいとお待ちを。リーチ、リーチです。あ、しかも赤いのでちょっとチャンス。3杯、これでお基準はここ守ってもらって、このドクンドクンを増やしていくと。さあ、本当に月が来てるのか。よしよしで、お、いいね、それってどうしよう。いや、これはだいぶ期待度高いはず。これがクリアすればチャンスゾーンに行くので、売人の生き様だ。新曲まであと1杯。あ、これは行ったでしょ。はい、クロチェリーからチャンスゾーンに行きました。
チャンスゾーン頂上決戦。ここはですね、あの一応1回9ゲームがあるんですけど、9ゲーム間でベルを3回まず引かなきゃいけない。それが4セット続きます。4セット3回ベルを引き続ければいけます。とりあえずね、ベルを引かないといけない。よし、1回引きました。よし、あともうここの間ね、2ベル引けば3セットでもう当たり確定。よし、あと1回ベル引けば OK。 あれ、なんか光った。これ行ったんじゃないですか。あ、行ってない。あと1回だから行ける。あ、行けました。早っ。いや、当たった。早いですよ。ここからまあジャッジですね。ベル12回達成していますので、当たりでございます。115ゲーム星2本で当たりました。さあ、ここで割れたら、あ、割れてくれました。ボーナスから、うん、赤7ボーナス。これははい、揃えなきゃいけない。はい、めでたく男性ボーナスからのスタートとなりました。ボーナス中もやることがあって、ベルをね、引かないといけないんですよ。ベルをまず、まあ、ミッションがファースト、セカンド、ファイナルってあれですけど、とりあえずあと14ゲームで120ポイントにしないといけないと。いいよ、あと4ゲームでいけるか、いける、いけるかな。一応なんか突破期待度がね、出るんですけど、一応笑ってるからいけるよみたいなちょっと表してくれてるの。あ、突破しました。で、次がセカンドミッションに入ります。次は240ポイントを目指すと。あと1回じゃ間に合わないか。あと1回引ければいいよ。あと2ゲーム。嘘、次で引けなかったら終わります。あっ、マジか。あ、2ポイント取りずに終わります。58前で80バイニータイムですね。で、ここで、まあ、レア役なりなんなりでまたボーナスに持っていってを繰り返します。で、さっきのボーナスファイナルまで行ってミッション達成できればバイニータイム裏に入れます。で、それを繰り返していって、絶景バイ、絶景タイム、絶景バイニータイムかな。あ、バイニータイム絶景の裏まで持っていって、もう一回ボーナスでミッションクリアすると、まあ完走までいけるみたいな、それを繰り返します。で、ハズレでね、ハズレを引くと、まあ、鳥さんたちが飛んでくるんですけど、これが、まあ、4は溜まる、あ、4は溜まる前に行ってしまったんですけど、今2話でもベルを引いたらどっか行っちゃうんですね。で、それがここに溜まっていきます。溜まったらルーレットが発動して、ま
抽選をしてくれる、ボーナスの抽選なりをしてくれるんですけど、あと8ゲームですね。終わっちゃいそうだな。4はこれ4ゲームハズレを引いて貯めれればそのままルーレットに行くんですけど、 あと1ポイントなのでいけるかな、いけないかも。1回も抽選受けれず終わりそう。最終ゲームですね。最終ゲームに一応ルーレットがチャンスがあってきたんですけど、終わりかな。次これ引き戻しの5ゲーム間ですね。フリーズ発生で引き戻し、さっきのね消化中の背景もねお昼だったのでちょっと継続期待度が少ない、低いかなと思いますが、最後あー終わった。プッシュも出ないですね。258枚で終わりました。終わってしまったなんですけど、まあ本当の終わりがこの32ゲームを回した後になります。なのでランプはまだついたまま、でも投資がね浅いうちに終わったので放棄。赤まで行って、お、赤まで行く？あ、赤まで来ました。引き戻し、あ、え、これ暑いよね、絶対。あ、チェリーか。でも赤文字でございます。そして赤リーチです。あ、最後だ。どうでしょうか、最後に。当たった。引き戻しました。マジか、勝利。引き戻しました。あ、しかも、あ、多分引き戻した場合は男性ボーナスからのスタートだった気がします。はい。男性ボーナス。初めて引き戻した。2回しか、2回目だけど打つの。さあ、さっきね、ミッションセカンドまでしか行けなかったのでここクリアしたいですね。わあ、ちょっとあ、もうやばい、スタイルがあー、ちょっとこれはまずいんじゃないかい。これはマジでここでメルを連打、もしくは、レア役でバイニー技を発動とか。あ、まずいまずい、無理だ。あ、来た来た来た、発動しない。あ、来た。あ、バイニー技発動、来た。今いいところで、これがもう一回来てくれれば。うわ、青か。リプレイダメです。終わっちゃいました。よしよし、いけるぞ。うわ、待って、ダメダメ、ギリ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 だな。あと1回でいける？え、いけない。あ、いったね、いったね。あ、そうそう、いけました。ファイルタイム、裏に入ります。やれました、いけました。450万。
ここで外人さんの裏に入れます。さあ裏に入りまして、ここをまたボーナス引いてボーナスのミッションをクリアすると、バイニータイム絶景に出ます。だんだんステージを上げていきます。で完走までを目指すと、今ハズレが3連してて鳥さんが3はやってきたんですけど、次ハズレだとそのまま抽選に行くんですけど、ベルを引いちゃったら鳥さんたちが飛び立ってこちらのポイントになって、このポイントが9ポイント溜まったのでルーレットが、あ、で鉄矢止まりました。チャンス、ここでボーナスに当たるかどうか。あ、あ、そうか、緑7か。で、揃えばボーナスです、そのまま。あー、揃わない。揃わないけど、ここで続、あ、ダメだった。あ、え、さ、続くか。あ、勝負。これね、勝てればボーナスでございます。引いた役によって変わると。ベル、あー、リプレイ。あー、ダメだった。私はあの普段の稼働からよくジャグラーを持ちますし、収録時にもよくジャグラーシリーズを打っていて、いろんな解説をすることも多いんですけど、まあ今日は五十嵐マリアさんとの共演ということで、まあ五十嵐マリアさんの視聴者層向けの今までよりもよりライトなお話をしていこうかなと。ライトなお話からちょっとずつコアなお話に移っていこうかなと思います。まあ、ジャグラーは基本的に適当押しよりも、チェリー狙いで打った方がより多く勝てるし、より負けも少なくて済むので、できることなら左にこのバーを狙って打ちたいと。こうやって打つことによって、実践割が、まあ、0.7% から 0.8% 高くなります。まあ、それがどれぐらいの数字かというとですね、まあ、時給に換算すると、適当押しよりもね、大体300円ぐらい時給にして、だから適当押しで、1時間打って300円負けた人がいたなら、それはチェリー狙いしてたらプラマイゼロで終えられてたってことですね。適当押しで1000円買ってたましたっていう人は、適当チェリー狙いしてたら1300円買ってましたっていうことです。なのでできればチェリー狙いはしてあげた方がいいですね。これはもうどのジャグラーでも共通して言えることですね。まあ、あとはジャグラーで大事なところといえば、ビッグ確率よりもレギュラー確率主体で台を選んでいく。出玉がたくさん出る最たる条件は、まあ、ビッグをいっぱい引くことなんだけど、ジャグラーってあんまりビッグ確率の設定差って小さいので、ビッグが出る出ないによる台の良し悪しってあまり決まらないんですよね。大体どのジャグラーもレギュラー確率の方が設定差が大きいので、出玉の出る出ないにはレギュラー確率ってあまり関係ないんだけど、でも台の良し悪しには関係あるんですよ。だから少しでもレギュラー確率がいい台イコール高設定の可能性が高いっていうことにもなるので、できることならビッグよりもレギュラーを見ると。
ジャグラーの入門者がこうより負けを減らし勝ちを増やす、まあ、3つ条件を挙げろと言われると、チリ狙い、そしてレギュラー確率で台を選ぶ、でもう1個必ずペカリ語は1ベット、ボーナスが光った後に、ゴーゴーランプがペカった後に1ベットボタンを押すことによって約 0.3% だから1時間あたりどれぐらいだ、プラス6枚ぐらいの得になります。そもそもですね、メーカーの公表値、メーカー側から発売された時にメーカー公表値で、そうだな、アイアムジャグラーだと設定6で 105% とかで出てんだけど、これはチリーナーでもせず、ゴーゴーランプ点灯後も3ベットでボーナスを揃える打ち方をもとに割り出された数字なので、まあ、その数字からゴーゴーランプ点灯後1ベットで揃えてみたりとか、チェリー狙いしてみたりだとか、いろいろその出玉率よりも増やしてやるポイントが多いので、まあ、そうやって技術介入してやることで少しでも負けを減らして価値を増やせる。でですね、さらにより高精度に設定の良し悪しを見抜いていきたいとなった場合は、私がさっきからやってるこのブドウを数える、このゴーゴージャグラーという機種はですね、設定1、一番悪い設定だとブドウが揃う確率が 6.8%、 あ、6.8分の1、設定6だと 6.5 分の1なので、つまり高設定の方がブドウが揃いやすいと、まあ数時間打ったぐらいでは見えてくるものではないんだけども、まあ、それでも数えないよりは数えた方がいいですね。まあ、世の中にはブドウ確率まで表示されるデータカウンターっていうのがあるんだけど、仮にね、2台並んでちょうど設定6の確率で同じゲーム数でボーナスが当たっている台があって、データカウンターを見ると片やブドウが8分の1、片やが6分の1になってたら、やっぱり6分の1に座った方がいいじゃないですか。まあ、だからデータカウンターに表示されてた時にそのブドウ確率の数字を参考にするんであれば、やっぱり自分でも数えた方がいいですよね。まあ、私の喋っている話、そのどこまで理解できるかっていうのは、その見ていただいている方々に合わせて、見ている方々が、あ、これ以上はちょっとこの話難しいなと思う方は別に、そこで諦めてしまっても別にいいですから、全部を全部覚えろというわけでもないので、分かる範囲で聞いていただければ、大丈夫です。まあ、その上で続きのお話をしていきますけれども、ゴーゴージャグラー、まあ、この機種に限っての話なんですけども、他のジャグラーと違ってですね、このジャグラーはブドウが3種類実はあるんですよ。まあ、大体どの機種、どのジャグラーを見てもここのブドウって同じ図柄が3つこうやってリプレイのようにねあるんだけど、このゴーゴージャグラーだけここに左だけ3種類あるでしょ。まあ、実際ね、このフラグとしても3種類存在してるんですよ。まあ、共通ブドウっていうのと単独ブドウ A、 単独ブドウ B っていうのがありまして、まあ、その辺がちょっとこのゴーゴージャグラーのブドウを複雑にしてるんだけども、で先ほどブドウを数えた方がいいと、設定1で 6.8、 設定6で 6.5 と言いましたけれども、この3種類あるブドウのうち、まあ、全部合わせてた確率が設定1で 6.8、 設定6で 6.5 なんだけども、3種類のうちね、2種類は設定差がないんですよ。
だからその設定差のないブドウを数えずに設定差のあるブドウだけを数えていくと、より設定差が顕著になってより設定差を見抜きやすくなるじゃないですか。で、共通ブドウっていうのが設定差が唯一あるブドウで、単独ブドウ AB っていうのは、設定差がないんですよ。単独ブドウ A っていうのは左の上のベルのついた7の2つ上にあるブドウと2つ下にあるブドウ、これが左枠の中にいないと揃わないブドウ、それが単独ブドウ A で、もう一つが、こっち、下にピエロのある7の上にあるブドウとその2つ下にあるブドウが左枠内にいないと、揃わないブドウ。実際これ A 違うでしょ、これ葉っぱ2枚あるけどこっち葉っぱ1枚しかないでしょ、だからこれは単独ブドウ B なんですよね。で、設定差のある共通ブドウっていうのは左がどの3種類どのブドウを止まっていようが勝手に揃ってくれる、これは共通ブドウ、設定差のある共通ブドウで、この設定差のある共通ブドウだけを数えるためにはこのバーを枠上から上段に2コマ目押しで押してやると 100% 見抜けます。この2コマ目押しが成功している限りはですね、左上段にバーが止まって集団にブドウが揃う、揃わないな、先に出ちゃったな、集団に揃うよりも左の枠上か上段にバーを押して集団以外に揃うブドウ、これ今下段に揃うんだけども、これは単独設定差のない単独ブドウなんですよ、まあ、ちなみにこのバーから遠い方のブドウが必ず揃います。この左枠上にタンバーが止まれば上段のこのブドウは揃わないんですよ、必ず遠い方が揃う。このバーを上段に押して4コマ滑る場合もあるんだけど、この時はバーから遠い方だから上段のブドウが揃いますね。これが共通ブドウ、設定差のある共通ブドウ、左枠上段にバーを押して中段に揃う、これが設定差のある共通ブドウなので、これだけを数えて設定差として見抜いていく場合にですね、この共通ブドウは設定1で 6.8 ぐらい、あ違う 7.8 ぐらい、設定6だったら 7.4 ぐらい設定差が大きくなるんですよね。ただですね、ここまでいろんな設定差をきっちり見抜いて打っても、まあ、ゴーゴージャグラーっていうのは本当に設定が見抜きにくい機種で、ゴーゴージャグラーは設定1でもレギュラー確率が364分の1なんですよ。レギュラー確率が364分の1っていうのは、今私が、まあ、今でも迷っているその後ろにあるマイジャグラーでいうと設定2のレギュラー確率と一緒なんですね、約大体。でアイムと比べたらアイムのだとね、設定3のレギュラー確率が360ぐらいなんですよ。つまりマイジャグラの設定にアイムの設定3と同じぐらい、これは設定1でもレギュラーがボコボコ出てくるわけですよ。それだけ低設定が高設定だと勘違いしやすい、設定が分かりにくい機種なんですね。なのでじゃあどうしたらいいのかっていうと、例えば私はこの台を昨日、高設定だろう数字だけどビッグが引き終わってちょっとしか勝ててない、まあ、その末狙いで打ってみようか、実際過去にこのお店では、不発台の末っぽいデータが何台か散見されていたので、この台を末狙いで打ってみようとかね、そういうその台に高設定が入る根拠っていうのを用意して打ってやると、まあまともに数字だけ見て戦うよりは、まあ、勝ちやすくなると。あちなみにですね、これもう1個の方のバー
他のジャグラーのようにこっちのバーチェリーを落とす方のバーを狙った場合に、じゃあこうやってバーから遠い方のブドウが揃う、揃いました、これもじゃあ単独ブドウでいいのかって考えられるところはあるんですけども、こっちのバーを押しちゃうとなぜかバーから遠い方、共通ブドウが成立してるときもね、バーから遠い方のブドウが揃っちゃうんですよ、なぜか。なのでこっちじゃないと共通ブドウはちょっと見に行けないですね。あ、早いな、ボーナスいけないね。レアヤフルか、あー、ざっくり、あー、もう引き戻しに帰ってきました。ラストじゃない、次がラストか。わ、終わりそう、ラスト。あー、ダメだった。最後にプッシュが出ません。574枚で終了でございます。まだわからない。リーチです、青ですね、さっき赤だったけど青いリーチでございます。ナイ、流局で終わりでございまして、ここで終わりですね。今ランプが消えましたと。じゃあ、もし本当に据えられるだとしたらこっちの方が可能性が高いというマイジャグラ4、前日がですね、前日が8900回ってて、ビッグ29、レギュラー34、マイナス300枚負けてるんですよね。いきましょう。マイジャグラーの特徴をざっくり話すとですね、設定1では最も辛い部類のジャグラー、設定6だと最も甘い部類のジャグラーなので、まあ、設定1、6間の出玉率差がすごく大きい、まあ、言うなれば出玉の増減だけでもある程度判別がしやすいジャグラーとも言えますね。まあ、例によってこうして左にチェリーを狙って打つんですけども、まあ、分かりやすいのは一周半ロータリー、2つのバーを交互に一周半で押していくっていう、だからまあ左下段にこうバーを止める、落として打つ、だから次に降ってくるバーを上段に止める、で次は次の降ってくるバーをまた上段に押す、この一周半ロータリーで打ってやると、まあ、スムーズにチェリー狙いができていいんじゃないかなと。私割と目押し得意だよっていう人がいるんであれば、右リール中段に7をビタ押しして打つのもおすすめ、まあ、これをやるとベルもピエロも取れます。ベルもピエロも取ってやると全設定で約 0.7% 時給にして、プラス何枚だ、30枚ぐらい、1時間につき30枚ぐらい得します。まあ、打ち方は右リール中段に7ビタ押しして、7が枠下に進んだらリプレイかチェリー、目押しが正しければね、で今目押し正しくないかったからブドウが揃う。で右リール
中段に7ビタ押しして下段に7が落ちれば外れか単独ビッグ。右リル中段に7がビタ止まった場合は、上段のブドウが揃うか単独ビッグ以外のボーナス、まあ、つまりペカルか。で、7が枠3つ下ベルが下段まで押した場合は、ベル中左と、ベルを狙ってベルを取る。これ1024分の1ですけどねでこのピエロが上段に止まった場合はピエロなので、中左とピエロを狙ってピエロを取る。こうやってやってやると 0.7% アップします。ただまあ毎回見倒しが強要されるので私はもう来年50なので疲れるので中腰にします。ベルも1回取ったしね。で設定推測していく場合には設定推測ポイントが前ジャグラーは主に3つ。まずは単独レギュラー、左チェリー狙いしててチェリーが出ずにペカってレギュラーが出てくる、まあ、これが単独レギュラーなんだけども、これがね設定1で660、設定6で330ぐらい。2つ目の判別要素がブドウ確率、これですね。これが設定1で、6.35、 設定6で、6.07 か、まあ、段階設定段階を追って違うのでしっかり数えていくといいと思います。あとは入門者用にマイジャグラーのお話をすると、マイジャグラーってシリーズ前に裏技があるんですよ。マイジャグラー2はね、ゴーゴーランプに色がついた場合ベッドレバーで、マックスベッドをねこうやって10回叩くと11回目12回目13回目ってねだんだん色が変わってくるんですよ、ゴーゴーランプ。だからゴーゴーランプの色を変えられるっていう裏技が。マイジャグラーは基本的に5号ランプの色と BGM が対応しているので自分の好きな曲を聴きたいときにこう裏技を使える。まあ、ただまあマイジャグラー2はもうないので基本的に。マイジャグラー3はですね、5号ランプに色がついた場合マックスベッドレバーを叩いた後マックスベッドを押したままレバーを10回叩く。そうすると11回目、12回目、13回目以降は色が変わっていく。で、好きな BGM を選べると。で、このマイジャグラ4はですね、ゴーゴーランプに帽子がついたときに、ここをこう撫でてやるとね、ゴーゴーランプがこう回ったりしますね。で、裏技があります。まあ、いずれも光合ランプが点灯した時にのみ使える技なので皆様もぜひお試しいただけたらいいかなと思います。はい、早い、はい、トス変わらず182ゲームで当たりました。バイニータイムですね、バイニータイムからのスタート、夕方拝見終わってしまう、待ってくれ。とりあえず、たまりはしました。ランチさん、厳しい。ラストです、終わってしまいました。天運チャンスに全ての望みを託します。
何でした絶対激アツ、え、激アツ、え、何ですか、なんかわかんない、見たことない、見たことない、見たことないよ。あ、トーチェリーなのね。ここでね、コーヒーでした。いつものところじゃない。あー暑い、もう暑いよ、硬い、硬くなって、これもいったね、目そんな光ることないもん。はい、ピーチ、強チェリーなのかな、さっき強チェリーを引いたからかな、強チェリーを引いたからか、どうですか、当たりました、こんな当たるかい、あ、これはボーナスですね、ボーナスいただけました、さあ男性ボーナスからのスタートでございます、引き戻しました。ちょっと店内見て回っていいです。いや、こういう時はやっぱり自分の狙い方が合ってるのかどうかを他の台の動向に相談するっていうのがやっぱりジャグラーの勝ち筋の基本なので、私の隣の台がかなりいいな。なるほど、チロクさんは昨日マイジャグラー全10台の中で一番回ってなかった台なんですね。そういう台の選び方をすればいいのかってことですよね、きっと。私の今日の末狙いは間違ってたってことだ。はい、というわけで、2台ほど末狙いで打ってみたんですが、現状の他の台の傾向を見ていくと、どうやら昨日一番回ってない台に数字がすごくついてる台が多いので、だとしたら初代55ジャグラーで最も数字がついてなかった、あ、昨日、ゲーム数回ってなかった台がたまたま今開いてたんで、他の機種の傾向に習ってここ行ってみます。前任者が39ゲームだけ回して1000円だけ打ってやめたのかな。スペックは先ほど打った55ジャグラー2と同じですね。まあ、唯一違うところといえば、この初代55ジャグラーは5号機、先ほど打った55ジャグラー2は 5.9 号機なので、レギュラー中の打ち方がちょっと違うぐらいですね。まあ、そのレギュラー中の打ち方についてはレギュラーを引いたときにお話しします。ちなみに筐体がすごく似てるんですけども、ゴーゴージャグラーとゴーゴージャグラー2は上に下にジャグビーがいる、これ、ま、あのジャグラーの子供、名前ジャグビー、これ1000円で当たっちゃった、558ゲームだから、私が回したのは、19ゲームで単独の行く、ジャグラーにはビッグ中にチェリー狙いをしなければいけない機種とチェリー狙いをしなくてもいい機種があるんですよ。ビッグ中にバックスベッドを叩いて
1しかつかない機種は前ゲーム左リールにチェリーを狙って打たないと取りこぼしてしまう可能性があります。で、マックスベットを叩いて1だけじゃなくて2もつく機種、これ今2もついてるでしょ。2レッドの機種はピック中にチェリー狙いをしなくてもいい機種ですね。ラスト、あっ、あー、いや、やっと引いたよ。今日じゃない、ジャックチェリーを引いたけどダメでした。651枚。いや、今日全然引けないな。今もう3台で900ゲームぐらい回してるけど1ペカですよ。そんなことある？しかも後ろのマイスリーの昨日一番回ってない台もしっかり回数ついてきてますよ。今日の台の選び方としてはいいんじゃないですか。これだけ今のところ例外ですね。前に動画の収録でね、早い抽選番号を引いて、だったら今日はここには確実に5、6が入るんだよなと、傾向上、過去の傾向上、読み筋を立てて選んだ花火という機種でですね、まあ私が自分で作った RD リップ判別っていうのがあるんだけども、まあその判別結果もすこぶりいいと。でも出ないと。あ、しまった。449ゲーム説明に夢中になってたらダメとしちゃった。449ゲーム単独の、これはブドウですね、ブドウかチェリー、449ゲーム単独のピック追い銭が8000円、総投資が29000円。うわー、ひどいな。はい、さあ、3つ目からですね、またチャンスゾーンに行きます。頂上決戦、2回スルーしてます。今度こそ、よし、あと2ベル、ベルベル引ければ当たります。最終局面まで行きます。あー、行ったでしょ、これは。さあ、これで倍に技が発動しまして、これでクリア。よかった、ちょっとでもめっちゃハマったな。804ゲームです、持ちメダルで。あ、ボーナス、やった、ボーナス当たった、よかった。伸ばせるチャンスがある、このボーナスをなんとかうまいこと。どどみち、ベル引けなくてももうあと4ポイントで7ゲームあるのでいけます。いけるはず、いけるよね。あれ、まずいちょっと待って。そんな、あー、よかったよかった。はい、行けました。裏に入ります。さあ、323ゲー、あ、3枚、お得です。
裏ですね、裏、バイミーパンの裏。ここで、緑の輪を引いてミッションをクリアすると純増5枚の絶景に入れます。というわけで、末狙い、まあ、実際確かに、昨日も化けがしっかりついてて、まあ、そこまで吹いてない、そこまで吹いてないで浮いてんだよな。まあ、その上で今日の目の前の数字も化けは足りてる台を他の末挙動台と同様に三度3度目の正直で追っていきます。山田、私が回したゲーム数は1004ゲームからだから1004ゲームからだから17ゲーム、17ゲームでチェリー重複の1ベットでボーナスを揃えるときは中リールの常駐段に7を狙います。で7が下段に落ちれば揃えてもいいんだけど、7が中段に止まればチェリーやブドウを抜きます。でこの時に先に左を止めるとね、そのリプレイがテンパイして、その7とリプレイが同時テンパイして、これねこの形で右にボーナスを狙ったらリプレイが揃う。本来リプレイが成立しているのにわざわざボーナスの名称を強要される場合があるので、今みたいに先に中右って止めちゃいしまえばレギュラーが成立するしてるときは必ずレギュラーがテンパイするし、ビッグが成立するときは必ずビッグがテンパイするし、リプレイが成立するときはさらに7が下に押してリプレイだけがテンパイするので、第三停止でいらぬ名称を強要されない。なので、まあ、最後まで楽しみを取っておきたいという気持ちもあるんだけど、中右って押した方がまあ効率的ではあります。で、これはアイムダグラアニバーサリーエディションという20って書いた機種なので、必ず左リールを第一停止で止めていただければ問題ないです。これね、変速押しするとね取りこぼしちゃうんですよ、5号機のアイムジャグラーって。必ず第一停止を左で、5号機のアイムジャグラーの主な判別要素は2つですね。31ゲーム、チェリーチョークのビッグで1ベットになるでしょ、2ベットじゃなくて。ビッグ中に1ベットになる機種は左リールにチェリーを狙っていかないと取りこぼすことがあるので、注意です。で前ゲーム狙うのが、まあ、辛い、面倒くさい、描写が苦手という方はですね、中押しでもいいです。中リールに適当に止めて、中リール中段にリプレイが止まらなければリップチェリーはないので適当して大丈夫。中リール中段にリプレイが止まるかどうかだけ見ていれば描写いらないです。で、5号機のアイムジャグラーの判別要素は主に2つあって、まずはレギュラー確率、設定1で450分の1、設定56で、268分の1、とても大きな差があるので、まあ、1か56かって言われたら割と分かりやすいですね。もう1個はブドウ確率、あの5号機のアイムのブドウ確率は、設定1から5が全部一緒なんですね。なので1か5かをブドウ確率で見分けるのは無理ですね。
設定1でも2でも3でも4でも5でも浮動確率は 6.49、 設定6だけ突出してよくて、6.18、 23ゲーム単独のビッグ、さすがに出玉が早いな、一撃で700枚出ました。現在私の台がですね、今はデータ一覧すると前任者と合わせて1095ゲームもあって、ビッグが6回、レギュラーが6回、ビッグもレギュラーも182分の1、合成91分の1、まあいい確率ですよね。その上昨日も化け株が寄せて4ぐらい回ってもおかしくない。で他にも末っぽい台が散見されるということで、一応根拠的にも目の前の数字的にも打てる要素はだいぶ揃ってきたと。208ゲーム、さっきペカの時は中リル上中段に7を狙う、中段に止まったらチェリーなのでチェリーを抜く、今7を揃えてたら、この2枚は得られてない、2枚を得た上で次1ベットだから1枚得してますよね。1枚得した上で7を揃える、まあ、ビッグじゃないかもしれないけど、中リル上中段に7を狙って下段に落ちれば、ボーナスを狙うと。208ゲーム、あれ8ゲームでしょうね、1ベットで回っちゃったんですね。208ゲーム、単独でしたっけ、チェリーでしたっけ。チェリーを狙って張りました。そうですよね。私あの来年もう50なんですよ。1ゲーム前のね成立役覚えてないです。25ゲーム、チェリーだったっけ。チェリーでしたっけ。単独ですよね。よかった。もうやばいな本当。26ゲーム、単独のレギュラー、あ、しまった。単独のレギュラー、今ビッグ引いてくれたらだいぶプラマイゼロに近づくんだけどな。でもアイムって設定5だと勝率がね確か8割切るんですよ。だから5回に丸1日打っても5回に1回以上は負けちゃうんですよね、まあ、それぐらいこうロースペック機なので、高接点にたどり着いたからといって必ずしも報われるとは限らない、まあ、それを覚悟で打たなきゃいけないので、アイムので高設定のと思われる台を打ち始めた時点で高設定で負けたっていう結論の可能性をもう覚悟して打たないといけないし、まあ、そこに一喜一憂してたら体が持たないので、まあ、アイムの語録はたとえいつ打ち始めてもいいしいつやめてもいいぐらいのフランクな気持ちの方が私は付き合いやすいかなと思ってますね。まあ実際フランクに付き合ってくださいっていう絵面の仕様の台だし、メーカーもそういう意図で作ってるんだろうし、だから新しいアイムが出る前なんかも
次のアイムは RT がつくんじゃないかとか押し順があるんじゃないかとかっていろいろ言われてましたけど、私はそういうのをつかないで今まで通りの姿で完全ノーマルタイプとして出てくると確信してましたよ。やっぱりいつ打ち始めてもいいし、106ゲーム単独の化け、いつ打ち始めてもいいしいつやめてもいいっていう大前提が必ずあるんだろうなって。19ゲームチェリーチョークのレギュラー、いやあるって。40ゲームこれ1ベッドでも1ゲームもあるんですね。40ゲームチェリーチョークのビッグやったー、拡大係数機に手が届いた。多分ですけど、私朝一から午前中だけで3万ぶっ込みましたけど、あとワンビッグでまくりますね。よかった、たどり着けただけじゃなくてそれなりに回収もできて、まあこの後飲まれなければの話だけど、33ゲーム単独のビッグ、まくったんじゃない？もう。これで現在、拡大係数機に1000枚ちょうどで2皿が皿盛りです。なのでもう1500枚ぐらいあるんじゃない？あれ？じゃあこれワンチャン罰ゲームやってもらう可能性ありますよね。考えないといけないですね。どうしよう。そこまで全然考えてなかった。1ポイントですね。お、エンド2杯食べましたよ。チャンス目、さあ勝負でございます。この手にかける、あリプレイか、あーダメだな、ダメなんだよな。お、スムさあスム、はいはいはい、ここですか、このルーレットも当たります。ランチさん、まあ何でも引っかかってくれれば、あーダメ、何もかもがダメでした。テンチャンスです。1枚で終了。あ、ここから引き戻しがあるかどうか。あ、ありだった。あの3、5個ナンバーがついたのにこう3枚コインを入れてしまった。
まあ、通常これ黄金ランプがついたのにマックスベットを押してしまったときは1ベットボタンを押し直せば1ベットにできるんだけど、コインを3枚入れてしまった場合はクレジット精算を押せばこの3枚だけを払い出せる。でその後もう一度1ベットボタンを押せば1ベットに切り替えられます。54ゲーム、なんと危ない、中にいる上中段に7を狙って中段に止まった場合はチェリーかブドウが成立してます。見越しが正しければ必ず揃います。もしここから 7を避けて揃えた場合にブドウが揃わなかった場合は中リールの上中段の7の目押し、2個目目押しがミスってる。私は自信があるので左にチェリーを狙ってブドウを抜きます。チェリー取れることもあります。54ゲーム、単独の負け。はい、ということで引き戻しもありませんでしたので、時間も来てこれにて終了したいと思います。結果はちょっと分かんなくて、ガリゾーさんがかなり追い上げてると情報だけは聞いてるので、結果の方はエンディングで確認したいと思います。ありがとうございました。1800枚、2000円しか使ってない。現在2090ゲームで、ビッグ10回209分の1、レギュラーが12回170分の1、合成95分の1、グラフがこんな感じですね。はい、もう少しで2000枚に届こうかというところです。さすがにあるとは思いますけども、その末置きの可能性とかの根拠も含めて考えたら高設定であろう可能性がとても高いとは思いますけれども、じゃあこれがじゃあ4なのか5なのか6なのかとか、まあ、そこまではさすがにね。私そもそもこの通信に来たの自体初めてですからね。初見のお店どころか初見の街で、そこまではさすがにちょっとわからないですけども、まあ、それはね、もしまたこちらに来る機会があれば詰めていけるように、まあ、前所したいとは思います。あんまり闇は嫌だな。まあ、期待値的には関係ないですよね。でもそもそも期待値だけのことを考えるんであればアイム以外の選択肢だってあったわけで、やっぱり気楽に打てて気楽にやめられて、まあ、その上で気分よく、それこそ出直しのプレッシャーもなく期待値を詰めるという282ゲーム、これビッグだったら私まくっておれます。プラスでよっしゃやったー、浮いた。むむ、単独でしたっけ。ダメだ、やっぱりチェリーでしたっけ。記憶力はね、いまだにダメだわ。はい、というわけで実践終了です。私が打ったデータ的にはもう、末置きの高設定挙動という結論で終わっていいのかな。今日の私の投資が、4台合算で、3万円投資、枚数にして1500枚、出玉が、1633枚なので、プラスの133枚ということで、終了です。罰ゲームがね一応あるんですけども、はい、何でしょう。あ、ちなみに、はい、もしガリゾーさんが勝ってたら、はい、罰ゲームなんか考えてました、はい、考えてました、はい、何ですか。ちなみに生めかしい声で丸亀製麺って言ってもらおうかな。どういうこと。生めかしい声での丸亀製麺ってどういうことですか。こう誤解を生みやすい、そうな、めちゃくちゃ斜め上の回答でびっくりしたんですけど。なんで罰ゲームみたいにこんな、聞くんじゃなかったなそれ。じゃあ行けますね、は
丸亀製麺どうですか。素晴らしい。あとはもうこれこれであのエコーかけてくれたらもう私あの家でこうなんだっけ ASMR でしたっけ丸亀製麺。私の宣伝褒め褒めツイートみたいなのをしてくれるかな。了解です、わかりました。了解です。あ、全然いいですよ。もうじゃあそれ甘い甘い。それかじゃあ今日から3日間ジャグラー禁止どうですかこれだったらこれやばいですか。だったら宣伝ツイートの方がいいです。宣伝ツイートの方がいいですか、はい、じゃ あの思いっきり凝ったやつをいいですか。誰かの宣伝をすることってもう年に2回ぐらいしかないので。あんまりないし、ガリゾーさんのツイッターを拝見するとめちゃくちゃシンプルで。そうですね。そうだから絵文字とかも使ってマジか絵文字はハードル高いな。ちょっとカラフルな感じに、はい、私を宣伝していただけたらなと思います。了解です。絵文字全然なかったんですよツイッター見たら。全然使ってないですもん。それはそうだと思うんですけど。あ、ちなみにこれは、はい、この番組この動画をこの番組、うん、この動画の宣伝ツイートをしていただけたら嬉しいなと。了解です。配信後にここにお願いしてもいいですか。了解です。絵文字バリバリでやります。絵文字バリバリ使って、はい、ちょっとガリゾーさんの色ではないかもしれないですけども、そんな感じで宣伝していただいてもいいでしょうか。はい、了解です、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日は私が勝ちまして、はい、次回もノコノコ私が来るかもしれませんが、はい、はい、次回のクロススタイルもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではさようなら。ありがとうございました。